やっと見れた。ありがとうございます。フォローしました。好きなサンゲオキャラ、ヨッピとか、あれハンギョドンさんとか。うん、そう、好きですね。面白くないですよ。面白いことありますか？うん、ありました。そう、ちょうどっていうか、なんかイントネーションみたいな、喋ってみようみたいな会話でレノンと、なんかちょっとやり方してみようってなって、面白くて、あの、思ってるよね。やらないんです、やらないです。うん、みんなのメモ集からかな。うん、フォローしました、ありがとうございます。スタバ行ったら、スタバってちょっとなんか、なんかスタバ行けないです。そう、うん。何ヶ月前に飲んだか覚えてないぐらい飲んでないです。あれ、すごいって言わないかな、わかんないです、ごめんなさい。ビビる？うん、わかんない。スタバでスタンバらないですよ。おうおうおう、急にコメントが流れちゃって何かわかんなかったです。あ、ありがとうございます、ギフトいっぱい。そう、この、あ、そう、スターバックスさんの店員さんが優しいのはあの、わかってるんですけど、なんか呪文みたいなネギを唱えなきゃいけない、怖くていけないです。そうです、呪文みたいな。ありがとうございます。そう、おしゃれすぎて、あー、そうですね、いつもメニューさせてこれくださいって言うんですけど、なんか最初に初めて一人でスタバ行った時に、なんだっけ、なんかサイズ聞かれるじゃないですか、とショートトール、なんだろう、ショートトールと何ですか、あとポール、ホールじゃない、絶対なんだろう、ビッググランデ、トールグランデショートがなんか難しくて、なんか何でもいいですって言ったら、なんか一番でっかいのにされちゃって、あの、そう、それからちょっと一人じゃいけないです、スタバは。そう、フォールじゃない、トールか、うん、何でもいいですって言っちゃったの、言っちゃったんです。そしたら、うん、そう、あの SML しか知らないから、 SML ってなんだろう、わかんない。そう、そう、一番高いんですよね、多分、あのグランデか、右ぐり、お話し会ですかね、お話し会ありがとうございます、私も楽しみです。これからはあのトールにします。ベンティ初めて聞きました。そう、多分大人になっても一人で行けない気がするです。あ、グランデって真ん中ですか、ベンティが一番でかいのかな。難しい。トールはないんですか、
わかんない。スタバ一緒に行きたい？サーティワンはトリプル。あ、リップはこれと、なんかロム&のなんか3本セットみたいな、ちょっとちっちゃい3本セットみたいなのがこうセットで、あの一番濃いやつです。なんかあれ2本セットかな、わかんない、忘れちゃった。あ、多分3本セット。なんかマットとなんかティントのちょっとオレンジっぽいやつと、なんかこれもオレンジだけどオレンジの1個濃いやつのが3個セットで入ってて、なんかオレンジ、一番濃いオレンジ色を使ってます。ソロマン、え、大人っぽいですか？え、大人っぽいんですってえ、でもなんだろう、ジュリーとかアオイとかレノンとかコノアに、なんか年上に、年上だと思って接してないって言われました。でも私も別にアオイとかジュリーとかレノンとかのことを別に年下だと思ってないんですよ。なんかなんなら自分より年上みたいな感じで接しちゃいます。なんかなんだろう、全部自分が下年下って感じで接しちゃいます。あ、私は17歳です。私オーディションの時から見ててありがとうございます。うん、年下とずっと一緒にいると年齢関係なくなるっていうか、なんだろう、もう最初からあちらがっていうか、葵とかが高一組がなんかちゃんとしっかりなさってる。そう、めっちゃ考えちゃった、何歳だろう自分と思って、分かんなくなっちゃう自分の年齢が。なんかまだ高校1年生の気分です私。そう、差が、でもニアジョイはなんかあんまり年齢差がないので、うん、あ、でも、あ、そう、葵はしっかりしてます。あれ、葵ちゃん高2か、ごめんなさい、葵高2でした。葵ごめんね。いやー、でも学校でも本当になんかずっと末っ子感でした。葵ちゃんごめんなさい見てるかな、わかんないけど、何の話してたんだっけ。あ、私は天然じゃないです、葵が天然です。なんだなんだなんだ、うん、意外と気にならないですね。そう、葵めっちゃ面白くて、なんだっけ、この前もめっちゃ面白かったんですよね。あ、そう、なんか私が前を歩いてて、なんか葵が後ろをこうスタスタスタってついてきて、なんか私の横にバッてこうバッて入ってきて、おはようって言ってきてなんかこんなに元気におはようって言ってくる子が初めてで、面白かったですね。それでなんか普通に道でつぼっちゃいました。うん、天然、天然です、天然、面白い、本当に大好き、葵もみんな、みんなも、うん、いやー、うーん、でも天然なんてそんなに言われたことないので。そう、あれ、高2、葵は高2ですけど私は高3です。お洋服何でも着ますね。一番よくいるメンバー、みんないる、
けど舞とかは結構推しだーって言ってくるかなって思います。最近どんな曲聴いてる？最近、あ、そう、あの名探偵コナンの映画がなんか小学生の時にハマってた、今も大好きなんですけど、あのハニーワークスさんを朝から聴いてテンションをこう上げてますね。はじめまして、はじめまして。え、声かわいいなんて全然言われたことないので照れちゃいます。ありがとうございます。大石だ、そう、大石だ。あ、でも私はマイです。マイって呼ぶんですけど、マイは大石だって呼んできます。そう、ハニーワックスさん大好きですね。そう、大石だ、なんだろう、だーだーって呼んできます。大石だーって。そう、金曜日のおはよう本当に大好きです私。ハニーワークスさんはあの先輩とかやりたいとか、うん、よく聞いてますね。でも最近一番聞いてるのはあの東京ウィンターセッションです。ああ、そうですね、今日ちょうど金曜日、今日葵に朝からおはようって言われました。そう、月曜日好き。私は、あ、そうなんです、ヒロインのアニメ見ました。ウィンターなんです。サマーセッションも好きだけど、ウィンター、最近はウィンターの方が好き。迷う、全部好きです、サマーもオータムも。うん、な、初恋の絵本もいいですね。あ、ありがとうございます。なんかここにいっぱいボーって。アホイちゃんはムードメーカーですね。うん、でもなんだろう、ジュリーも結構思います。髪の毛伸びました。そう、髪の毛がオーディションの配信してた時はけど、こんなに伸びました。そう、でも私髪の毛伸びんの早いんですよ。ムードメーカー多い。なんかあんまりずっとおしゃべりみたいな子が多いかなって思います。好きなアニメ、なんかアニメ好きな人に好きなアニメ何って聞かれると戸惑いませんか？でも私は、うん、フルーツバスケットが一番好きです最近は。そう、あとあのレノンの配信見てて、あのバナナフィッシュが好きって言ってて、あ、後で LINE しようかなって思いました。私もバナナフィッシュ好きって。もうこの前漫画を全巻読み直しました。いや、レノンがアニメ好きって知らなくて、そう、今日さっきの配信で、そう、そう、え？しようって言います今度会ったら。縁の下さんもいいですよね。そう、あ、月島くんもいいですね。そう、そうだね。そう、あ、スパイファミリーも、うん、大好きです。誰だっけ？なんか優香ちゃんと、誰だっけ？優香ちゃんと萌香ちゃんと、あのしましたこの前。アーニャの声は出ないけど、アーニャの真似みたいなゲームしてますよ。あの、うん、音ゲーとか、なんか、え、なんかカードゲームとか、アーニャの真似、なんか本当に似てないから、ただ
本当に似てない、ただのセリフを読んでるだけなので。何の音ゲー、え、これ言っていいのかな、わかんない、え、出していいのかな名前。音ゲーなんかアイドル育成ゲームみたいな、そんな感じです。あ、ポケモン GO はしてないんですよ。そう、ポケモンスイッチと、あとなんか、あ、スイッチしかないか、スイッチとなんか前は 3DS をやってたんですけど、なんか 3DS をぶっ壊してしまって、なんか電源をつけたらすぐ電源が落ちちゃう、うん、あー、そうですね、やります、アンサンブルスターズやりますね、うん、そうやります、やりますあー、アイドリッシュセブンもやりますけど、まだ読めてないです、最新のストーリー、うん、あー、 3DS、 私はスティックペンじゃなくて、あのこのくるくる回るコントローラーみたいな、わかりますかね、この伝わりますかね、このコントローラー、あれが全部剥がれてしまって、シリコンみたいな部分が全部剥げた状態でやってました。あ、ハート100個ありがとうございます。多趣味、多趣味、多趣味かな、多趣味、うーん、多趣味かわかんないけど、うん、そう、剥がれちゃったんです、このコントローラーの部分が。そう、スイッチで、え、なんか気づいたら、気づいたらっていうか、なんか知らない間にスイッチのデータが全部飛んじゃって、うん、なんでって感じです。相当使い込んだ、使い込みました。握力はでも割とそんなにないんですけどね。一日何時間、何時間だろう、でも夜にしかやらないので、やっても2時間とか3時間とかかな、わかんないです。ありがとうございます、ギフトたくさん。 RPG、 あ、なんかやってたけど何やってたか忘れちゃいました。好きな教科は、あ、うん、商業です、商業、商業しかできないです、商業と体育かな。 あ、ツイステも、ツイステはやってたけど、いつの間にかなんかあれでした、壊れた電卓は買い直してなくてまだ使ってます、壊れたまんま。体育の好きな種目は球技以外なら何でも好きです。商業、なんかなんだろう、商業ってなんか電卓とか、なんかビジネス系ですね。はいはいって、なんだろう、わかんない、逆上がりできますよ。鉄棒めっちゃ好きでした。ドッジボールしようや、嫌です、ドッジボールすぐ当たるのであ、簿記とか、そうですね、やります。え、好きになりました、ありがとうございます。縄跳び得意ですよ。なんかクラスで二重跳びをなんか誰が最後まで飛び続けられるかみたいなのやった時に一番最後まで残ってました。あ、そう、白いスカート、黒いスカート、ジョイドンの黒いスカート、あれお気に入りなんです。磯野を野球しようぜ、あ、野球しようぜ中島しか聞いたことなかったです。野球しようぜ中島、ん？合ってるよね、わかんない、合ってますね。あ、秘書検定受けました、受けました。スクショタイム、スクショタイム、なんかポーズくださいなんかウィンクできない、
ザビエルこれか。あ、私ザビエルしてペンギンにしてました。ラギル前後で指ハート、あ、ん？ザビエルってこんなことしてましたっけ。わかんない、世界史とか好きじゃなかったので。ブリエル、あ、ブリやだ、間違えちゃった、ごめんなさい。違う、なんか今ブリッコとザビエルが混ざってブリエルって言っちゃって誰だよって感じですよね。ブリッコやば、誰って感じなんです本当に恥ずかしい、はあ、恥ずかしい、やばい、ブリエル、ザビッコザビッコ面白い、ハートハート、あ、なんかよく私はまいちゃんとハートポーズをします。ブリエル面白いオーディション配信の時後ろで結んでた、あ、結んでました。なんかいつもなんかこんな感じでした。そうウサギポーズ見えないな。なんか今食パンの座椅子に座ってるんですけど、なんかこの食パンの座椅子が意外と硬くて、ウサギ、そう、特技にしないですよかもありがとうございます。人参、人参って何ですか。人参、ハートの中に入ったよ。あ、これは覚えました、これですよね。そう、食パンの座椅子、あ、見えないです。オーディションの時の外羽、あ、これか。外羽もいつかやります。髪は、うん、伸ばして、いや、わかんないですね。あ、タコありがとうございます。そうですね、あれから1回しか切ってないので、どうしなのどうしなの、こうか、外羽、そう、外羽、いつかやります。え、恥ずかしい待って、あれしてます、外羽ボム、ボムの時外羽、髪サラサラちゃん嬉しいです。お風呂一回入ったのでなんか結構パサパサしちゃったかなって思ったんですけど、よかった。パツマルポーズして、ジョイドンのやつ、パツマルそう、パツマル、あ、そうです、食パンの座椅子背もたれついてて、なんかリクライニングが結構何段階もできるよみたいな感じで書いてあった、あの楽天で買いました。そう、なんかこの食パンの座椅子となんか目玉焼きの座布団と目玉焼きのなんか布団が今コレクションしたくて、あの、そう、お父さんにあの検定受かったら買ってって言って、あの買ってもらえた座椅子です。うん、そう、あ、目玉焼きの座布団、欲しいんですよね。今一番欲しいもの何って聞かれたら目玉焼きの座布団って答えるくらい面白い、面白いじゃない、美味しいじゃない、うん、欲しいです。あと何個欲しいの。目玉焼きの座布団と目玉焼きの掛け布団だから2つ今頑張ってコレクションしたいんです。美味しい、美味しい、間違えちゃった
缶詰の指輪、缶詰の指輪なんてあるんですか。あれなら持ってます、おにぎりリングみたいな。ネギトロと、ネギトロとなんかサバ、ネギトロとサバの指輪が出ました。そう、ガチャガチャのなんか指輪、ガチャガチャ大好きなんです私。ガチャガチャ、なんか一時期ガチャガチャにめっちゃハマってて、あ、ありがとうございます。あ、なんか尊いってきた、ありがとうございます。そう、ガチャガチャ大好き。なんかガチャガチャ、あ、サイズちょっとでかいですね。なんか親指にはめちゃいます。そう、なんかなんだっけ、カップラーメンの、あ、カップラーメンじゃない、インスタントラーメンのなんかいろんな種類が入ったガチャガチャとか、あとあれ何したっけ、なんかミルクティーとかレモンティーとかが出てくるガチャガチャとか、あ、そう、ジュースのガチャガチャかな。そうですね、はい、そう、最高です。会いに行くときは小銭、私からは何も出ませんよ、回しても。あ、なんだろう、なんだろう、あ、タコありがとうございます。そう、食品モチーフが大好きで、なんか TikTok とか見てると、なんか食品サンプルの作り方みたいな出てくる時があって、なんか一度でいいから食品サンプル作ってみたいなって思います。なんかこう水に絵の具パーってつけて、こう引っこ抜くと食品サンプルになるよみたいな。あ、君はスパークル大好きです。あ、はじめまして。え、そうなんです、ガチャガチャってなんか300円だから、なんか結構あの、あ、あるじゃん、ちょっと寄ってくみたいな感じでこう回しちゃうから、なんか気づいたらなんか、あ、両替しないとないねみたいな感じになっちゃいますね。あ、そうですね、食品サンプルキャベツ多いかもです。名曲ですね、スパーキムスパークル。あ、そうなんだ、難波にあるんですね。そう、うん、わかる、わかりますか。なんか気づいたらお財布の中すっからかんみたいな、沼っちゃいます。あ、タコありがとうございます。そうなんですよ、でもなんか気づいたらガチャガチャなくしちゃって、そう、置き場所がなくなっちゃって、結局なくなっちゃうって話です。夜ご飯食べました。変なガチャガチャ回したくなっちゃう、なんか興味ある、ガチャガチャあると走っていっちゃう。 UFO キャッチャーは、私 UFO キャッチャーのセンスが本当にないので、おっとっとっと、食べない、食べないじゃない、やらないです。夜ご飯、夜ご飯は何食べたっけ、何食べたっけ、え、何食べたんだろう。あ、ハンバーグ食べました、ハンバーグ、ハンバーグハンバーグ食べました。あ、ありがとうございます、ハート。たこ焼き、たこ焼き食べてないんですよね、食べたいんですけど、お話し会に沼りそう。あ、沼ってください、ハンバーグ。そう、ハンバーグ大好きで私。今日は大人っぽいね。そうですか、大人っぽいかな、なんでだろう、わかんない、前髪がちょっと薄くなったからかな、わからないです。デミグラスソース派です、ハンバーグ。うん、デミグラスソース、わ、私もお話し会楽しみです。師匠の方ですか、誰の師匠だろう、青いかな、わかんない。メイクしてる、なんか眉毛とリップだけ塗りました、髪は伸ばしてますよ。あ、大根おろしもいいです、大根おろしも、やっぱ大根嵐派にし、嵐
大根おろしはぎします、釣ってください。え、なんかももかが、なんかももかの配信の切り抜きみたいなのを見てたら、なんか釣ってくださいって言って本当に釣りしてて、あ、かわいいってなりました。もうなんかたまに出る天然がかわいいんですよ、ももかちゃんは。ももかちゃんは宮城の釣り師と聞いてます。え、誰からだろう、誰だ。和風ハンバーグ、なんかハンバーグに豆腐入れるのが好きです私。なんかお母さんに、なんか、あ、私中学生の時に陸上部だったんですけど、なんかその時になんか筋肉つけたり、ちょっと体絞っとこうかなって時に、あのハンバーグに豆腐入れてもらって、ちょっと低カロリーみたいな、そう、ヘルシーにしてもらってましたって話です。そう、ママ、ママ本当にありがとうって感じです、大感謝です。眉毛かわいい、ありがとうございます。お話し会かなんだろう、ごめんなさい、見えなかった、ごめんなさい。そう、豆腐ハンバーグが好きです。釣ってください、釣ってください。円盤投げじゃないです、棒高跳び、あ、間違えた、ただの高跳びと100m、200m、800もやったし、1500もやったし、4K もやりました。釣ってもらうの楽しみや。どうやって釣ればいいんだろう、わからない。優勝ありがとうございます。あ、そう、オールマイティー、なんか人数少なかったので、オールマイティーやらされてたっていうか、なんか出れるもんは出とけみたいな感じで出てました。見つめられてたら釣れるよ。戦後どのくらいで走ってたんだろう。でも私自分でペース作るのが本当に苦手で、なんか最初集団のなんか3番目ぐらいについといて、なんか行けそうだったらちょっと最後の一周でこうラストかけるタイプですね。だからなんかいつも変わっちゃうんです、タイムが。なんかだから出る組によってなんかちょっとタイムが変わるので、いつも師匠じゃない、顧問の先生に、あの、気をつけ、師匠間違えちゃった。なんかさっきの師匠に釣られちゃったよ、緊張しちゃって。いや、私も緊張します、お話し会。足らん、本当に修行が足らんです。チアはそうですね、トップ、なんか身長がちっちゃかったので、なんかトップしかやらせてもらえなかったです。よく舞と、あ、今日も舞と、なんか、チアの話で盛り上がってました。そう。あ、18日当選しました。ありがとうございます。楽しみ。なんか緊張もするけど、なんかもうめっちゃ楽しみです、私。そう、チアやってました。100m 11.6、速いですね、めちゃめちゃ速いです。絶対チア可愛い。いや、そんなことは本当に決してないんですけど、今から何話そうかな、いや私も何話そうかなって思ってます。応援されたい人生でした。なんか特にチアでも応援も特にしてなかったんですけどね。やば可愛い、ありがとうございます。なんかジョイドンを、ジョイドンがあった後に、ジョイドンの配信を終わった次の日、その次の日ぐらいに、あ、いっぱいプレゼントありがとうございます。なんだろう、もう言葉が出てこない。
あーそう、ジョイロンが終わった後にメンバーの子にハイチュウで抜くなんてダメだよ、プッチョで抜きなって言われました。コスプレ、コスプレしてみたいんですよね。いつか、いつかコスプレしてみたいんです。うん、今日の飲み物はなんかあとこれぐらいしか残ってない千枚茶です。そう、そういう問題、本当にね、そういう問題って感じで。え、でもプッチョはあのなんか粒があって、なんかグミの部分が、あ、プッチョはグミが入ってて、なんかチューイングのところの部分が少なくなっちゃうので、ちょっと抜きづらいかなって思います。コスプレ、コスプレ、何のコスプレなんだろう、分かんない。そう、メンバーは意外とみんななんか結構ユーモアな子が多いです。ツッコミ待ちだったのかな、分かんない。私は人によってボケとツッコミを変えるので。そう、でも、あ、巫女さん、私巫女さんのお仕事とかいつかやってみたいなとか思ってたんですよ。なんか短期めっちゃ調べてました、短期のバイトとか。アーニャのコスプレ、え、ちょっと私がアーニャしたらもうアーニャに失礼というか、そんなこと言ったらあの全キャラに失礼なんですけど。うん、お友達にはでも私なんか名字かなんかみっちゃんって呼ばれることが多かったんですけど、メンバーの子はみんな名前でみつきって呼んでくれるので、なんか新鮮だなって気持ちになります。清水清子さん、清水先輩ですか、あんなお綺麗な方を。やだ、ストッキング履かなきゃってなっちゃいます。ハードル、スパイファミリー流行ってますね。あれ見ました、渋谷のなんか大看板みたいな。でも写真撮ったんですけど、なんか写真ブレブレになっちゃって、なんかロイドさんの顔がなんかこうなってました。私は自分を動物に例えたら本当に猫しか思いつかないんですけど、なんか高校生の時になんかミーアキャットに似てるって言われました。え、オタク出てるか、わかんない。オタクってどんな喋り方なんだろう、わからない。そう、変形ロイド、そう、なんか顎がここら辺にあって、頭がここら辺にありました。目かなジョイドンでギャグやる、ギャグっていうか、なんかちょっと親父ギャグみたいな感じで言うんですけど、あの前にはあの静かにせえって言われます。ミヤキャット似てるかな。でもなんか私よくぼーっとしちゃうんですよ。なんかこう明後日の方向を見てポゲーってなってるんですけど、なんかそれをなんかミヤキャット見たいって言われます。猫ちゃん、よいしょ、なんかこれ食パンをこう下げないと見えない、フレンズ。ミーアキャットのポーズ、ミーアキャットって何ですか、ミーアキャットってこうですかね。今の横目、え、横目って何だろう、何だろう。配信1時間ですね。今日はあのちゃんと時計を持ってきました。あと16分です。空気感がミーアキャット、うん、何だろう、ミヤキャットなのかですかね。いや、わかんない。あと1000時間、あと1000時間って何日。キョンシーポーズ、確かに違うな、なんだろうわかんない。そう、時計を持ってきました。 あと15分です。 ありがとうございます。今日はよくギフトとアバターが見えて嬉しいです。
かわいい。なんかこのアバターってどうやってゲットするんですか。私いつもなんかこのなんか T シャツにタンツじゃない、なんかショートパンツみたいな、そうパンツもなんでだろう、もう舌が回らない。あ、東京の方ではないです。私は都会の方ではないんですよ。あ、アバターは買うんですね。認証受けるから応援してほしい。え、私も認証受けますよ。頑張りましょうね。そう、頑張りましょうね。あ、そうです、2級です。2級、今頑張ってお勉強してます。あ、たまに無料で、あのいつかそれを狙います。へえ。あ、見ました、見ました、見ました。うん、そうですね、出ないですね、関西弁。あ、2級難しいですよね。封印っていうか普通にもう出ないですね。あ、2小2級勉強してる。あ、皆さん頑張りましょうね。そうですね、お腹が空きました。ありがとうございます、応援してますって。2級取れたらなんでやねんって。レノンくらい、レノンはもうこってこての関西人なので、私はもう関西もう関西何年帰ってないんだろう。コロナになってから多分帰ってないですね。ニヤジョイで何キャラ？何でもないキャラですね。資格？英検とか、あとなんか書写検定とかあとビジネスとか、あとなんかタイタニックじゃなくてタイタニック、タイピング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 のやつ。八重葉キャラ、八重葉キャラってなんだ。タイタニックじゃなくてタイピングでした、間違えました、ごめんなさい。グループの中ではあの人によってボケとツッコミを変えます。葵の前だと割とツッコみます、でも前の前だとボケたりしますね。間違えちゃいました、タイタニックごめんなさい。タイタニック、あ、寿司打ち、え、寿司打ちめっちゃ暇な時やりました。あ、でも私の親友がタイタニック大好きなので、あのタイタニック見たことないのにめっちゃわかります、ストーリーが。そう、葵は本当に面白いんです。名門ニアリーイコール女学院、いまだに名門っていじっちゃいます。私も3000円コースがギリかもしれないですね。うん、タイタニック見てあげて、本当に。いや、でもなんか最初とかストーリーとか結末とかもう全部分かっちゃったので、あのタイタニックを見ようって思わないんですよね。なんか本当に申し訳ないんですけど、あ、私船本当に恐怖症で、船できることなら船には乗らない人生がいいなって思います。海が怖いです、海が。船酔いは多分しないんですよね。小学生の修学旅行で船乗ったんですけど、怖くて、あ、高校でも乗ったのかな、わかんない。あ、ジェットコースターは大好きです私。うん、船なんか海を越えたいと思わないですね。あ、泳げるんですけど、え、なんか海って泳げなくないですか。なんか海でこう波に逆らってこう泳いでる方いらっしゃるじゃないですか。いや、どうなってんのって思います。飛行機行けます、飛行機大好きです。うん、船でコンサート船でコンサートしなきゃいけないってなったら頑張りますけど、もうなんか、え、なんか船から落ちたらどうしようとか怖くないですか。学校でプール入ってました、入ってました。川、あ、川も嫌いです。
嫌いっていうかなんかもう怖い。うん、お仕事なら頑張ります。船釣りの企画できることなら断りたいです。水着顔、いや泳ぐプールは行けるんですけど海は無理です。山は好きです。うん、水辺が苦手。そうですね、絶対。え、だからポケモンとかで、あの話変わっちゃうんですけど、ポケモンとかでなんかこうポケモンに乗って海をこう進んだりする、進めたりするんですけど、なんかそれももういつ落ちるかこう不安で不安で、ゲームの中なんですけど、イッテQで海に行こう。でもイッテQに出れるなら海行きますけど、あ、ユニバの上手は大丈夫、多分大丈夫、多分大丈夫です。でもサメ怖い、あのぐわーって口開けてるやつが怖い怖い怖い。あ、そうなんです、ラプラスに、え、もうラプラスに乗ってるってもう優雅優雅でめっちゃ憧れるんですけど、うん無理で、海、あ、でもなんかもう一つ海が苦手になった原因があって、私お寿司大好きなんですけど、なんかちっちゃい頃にあのネタが海で泳いでると思ってたら、え、なんか魚が泳いでて、それで怖くなっちゃって海無理になりました。プールでラプラス、あ、スプラッシュマウンテンは行きました。そう、あのネタが泳いでると思ってたんです。あ、ユニバはダイナソーが一番好きです。え、なんかこう切られた、え、こうネタが乗ってるじゃないですか、シャリの上にこういう状態 でこうネタがこう泳いでて、なんか漁師さんがこう針でネタをこうバンって突き刺して、それをこう釣り上げて新鮮なまんま送ってこう乗っけてると思ってたら、え、なんか魚が泳いでて、はぁってなりました。水族館もだから全然行かないです。あ、そう、刺身が泳いでると思ってました。そう、前の子からそう、レノン面白かった。レノン、レギュン、そう、切り身が泳いでると思ってましたね。あ、一本釣りで、そう、なんか魚なんてメダカしか知らなかったです。幼稚園で飼ってたメダカしか知らなくて、え、だからサーモンが泳いでて、なんかサーモン、そう、切り身のままサーモンが泳いでて、私たちはそれを食べてるって思ってました。今考えると怖いです、恐怖です。うん、あ、メダカに名前つけてましたよ。けどメダカに名前つけてもなんか分かんなくないですか。なんか幼稚園だからこうなんか池みたいなのがあって、なんかこうなんか何十匹もいて、友達と一緒にこれは花ちゃん、これはなんかちょっとジョンとかつけてたんですけど、メダカ、そのお昼休みが終わってご飯食べてまたお昼休みに行って、メダカの世話しようって言って、これ誰だっけってなっちゃいます。そう、1号2号、確かに。あ、イクラ、いや、イクラはなんか海がこう割って岩がこう突き出てるところにこう生えてるんだと思ってました。あら、6分前、本当だ、早いですね、時間があっという間です。うん、なんかジョンとかなんでしょうね。イクラならイクラでも、イクラ大好きです。あと明太子も大好きですね。イクラは鮭です。で、カズノコはニシン、ニシンだよね、分かんない、ニシンですよね。ウニはまあ、ウニもいけます。6月検定、そうですよね、6月大変ですよね、頑張りましょうね一緒に。なんだこの手。うん、あとノドグロとかも好きです私、魚。
のどぐろとか、あ、白子も大好きだし、あと金目鯛とかも大好きです。あとホッケとか、ホッケ？ホッケだと違うのになっちゃう。ホッケが好きです。あと5分早い。そうなんです、金目の煮付けが私大好物なんです。のどぐろのどぐろ、そう、美味しいよね。美味しいですね。のどぐろ美味しかった。あと5分だ。そうなんです、ホッケーは塩焼きが好きですね。のどぐろ美味しくて、なんかうちは結構昔から肉より魚って感じだったので、そう、おばあちゃん家行ったら絶対魚って感じだったから、あときりたんぽとかよく食べてました。きりたんぽ、お弁当はなんか冬になるとお弁当がきりたんぽでした。いやだ、なんかあと4分になってきたらなんかいろいろ話が出てきた。なんでなんで、そう、お弁当にきりたんぽ、そう、なのに切り身が、そう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。あ、北海道行ったことないので行ってみたいんですよね。あと切りたんぽとか、あとギバサとか、あとハタハタも大好きです。私ハタハタ大好きで、もうハタハタの卵が大好きです。私あとなんだっけ、牡蠣も好きです。牡蠣、どっちの牡蠣も好きです。あ、北海道のイクラとホタテ本当に食べたいです。無限に魚の名前そう、ハタハタ一番好きなのはのどぐろで、2番目はハタハタかな。ハタハタの卵が好きです。フルーツはブドウが大好きです。私アナゴも美味しいですね。あ、カラスミも大好きです。私カラスミとかいぶりがっこチーズとか、いぶりがっこかな、いぶりがっことチーズ一緒に食べると美味しいんですよ。そう、食べ物の話したらお腹空いちゃった。カニも好きです。カニも、いや、粒が好きなわけじゃないですけど、もう美味しいですよねって。あ、私は JK です、 JK です、あの現役です、現役の女子高生です。そう、あー、縁側も食べます。あのサイズじゃない、間違った、スシローとか言った時なんでサイズ出てきたんだろう。確かに、カニ回転寿司屋でお話し会参加します。え、お腹空いちゃいます。私時間だよ、本当だ、あと2分、あと2分サイズ。あ、エイヒレも好きです。エイヒレ大好きです。なんか新体操をやってたんですけど、私あの新体操の帰りはいつもエイヒレを食べてましたって話です。あと50秒ぐらいかな、押したくなるねって。ありがとうございます。え、押してくださったら嬉しいです。ランキング、あ、ランキング忘れてた、ごめんなさい。ランキングここですよね。あ、間違えちゃった、ごめんなさい、なんか開いちゃった。あ、じゃあ13位から、あ、間違えちゃった、また開いちゃった、ごめんなさい。13位が、ごめんなさい、今日絶対あれですよね、読めないですよね。あの、スクショだけしておきます。スクショだけしておきます。楽しかったです、私も楽しかったです。お話し会楽しみにしてます。はい、お話し会楽しみです。あの、ブリールを忘れていただくと嬉しいです。お話し会楽しみにしてます。ありがとうございました。